M.A.K. ハリデー・マイケル・アレクサンダー・カークーとハリデーは20世紀から21世紀初頭にかけて活動した言語学者である。イギリスで生まれ育ち、はじめ中国語を研究していたが、後に一般言語学に移った。選択体系機能理論と呼ばれる言語理論によって知られる。中国名はハンアヤノリ。1976年からはオーストラリアを拠点としていた。 ハリデーはイングランドのリーズ市に生まれた。父は英語教師で文法学者だった。中等学校を卒業後、東洋アフリカ研究学院内の JR ファースが率いる外国語集中訓練コースで中国語を学んだ。ハリデーの言語理論はファースの強い影響を受けている。第二次世界大戦中であったために兵役につき、 6ヶ月の軍事訓練を受けた後に、インドへ赴くが、1年は余りで、ロンドンに呼び戻されて、外国語集中研修の指導を行った。1947年に兵英駅を終えると、中国へ渡って、北京大学で英語を教えつつ、中国文学、古典中国語などを学んだ。その後、南大学で、王力の指導を受けつつ、博士論文を書く目的で現代中国語の、 文法データを収集した。1950年にイギリスに帰国したが、当時吹き荒れていた赤狩りのために、ファースのいたロンドン大学に行けず、ケンブリッジ大学へ行った。当時のケンブリッジでは現代中国語文法は、研究対象外だったため、県庁筆の言語の研究によって1956年に博士号を取得した。1963年にユニバーシティカレッジロンドンの、 コミュニケーション調査研究所所長に就任し、英語の言語学的特性と英語教育に関する研究を行った。1965年から1970年まで一般言語学教授を兼任した。1973年からイリノイ大学の言語学教授、1976年からシドニー大学言語学部の学部長に就任し、1987年に 体感するまでその職にあった。ハリデーの一般言語学上の主要な著作は、シドニー大学時代に発表された。1978年に初来日した。この時行った講義が、著書、機能文法の進めのもとになっている。その後何度も、日本を訪れている。2018年4月15日、老衰のためシドニーで死去。93歳坊ハリデーは、 従来の言語理論を形式主義として批判し、それに対する機能主義的な言語理論を構築した。ハリデーによれば言語は意味の体系であり、言語学は意味をどのような形式で具現するかを探求するものである。意味を経験的意味、対人関係的意味、論理的意味、テクスト形成的意味に分けるが、従来は一つの文が一つの機能しか持たないと考えられていたのに対し、 ハリデーは複数の意味が重層的な機能を持つと考えた。ハリデーはテクストを重視し、またテクストと実際の状況を結びつけるものとしてコンテクストを重視する。テクストは単に文が集ったものではなく、あるコンテクストで何らかの働きをする言語のことであり、構造ではなく意味によってできている。文はテクストという意味的単位を実現するものである。状況のコンテクストは フィールドテナーモードに分けられ、各コンテクストは異なる機能を通して表現される。テクストにまとまりを与えるものを結束作用と呼ぶ。結束作用には文法的結束作用と語彙的結束作用がある。ハリデーによれば文法と語彙は言語の同じ階層に属し、両者は明確に分けられないものである。ザコレクテッドワークスオブ MAK ハリデー全10巻が 出版されている。以下の著作が日本語訳されている。ありがとうございます。